是我想不到的事情。火山噴火予知連絡会が大きな噴火の可能性は15日より低いとしたことなどを受け、市は黒上地区の避難勧告を解除。有村ふるさと地区は避難準備情報に切り替え、住民は7日ぶりに避難所から自宅に戻りました。注意なのが15号の中心で、
週明けには西日本にかなり接近してきそうなんですよね。関東には直撃という形にはならなそうですね。はい、そうなんですけれど、今回注目なのは台風の進行方向関東があるということなんですよ。こういう場合は早くから関東に湿った空気が入るので台風から離れていても不安定になりやすいです。去年の8月台風から500キロ近くも離れた栃木県内で竜巻が相次いで発生して住宅の屋根が飛ばされるなどの被害も出たんです。確かにこの時もこの台風の右側に関東がありますね。はい、そうなんですよ。これも台風の影響でして、今回も火曜日頃からはこうした竜巻の危険が高まりそうですから注意が必要です。それでは週間予報です。那覇は明後日をピークに大荒れです。火曜日は西日本でも雨や風が強まるでしょう。東京と仙台は水曜と木曜に傘マークですが、来週は竜巻が起きてもおかしくないと思って動かないようにしましょう。では波も高まっているようです。それではスーパーで撮影をまた来週です。中学生が殺害遺棄された事件、最新情報に基づいて逮捕された15歳の男性暴力取材、